おはようございます。白斎です。本日のお話は、五月病になるのはおかしくないというお話です。まあ今日ゴールデンウィーク明けでですね、いわゆるあれですね、五月病に、まあ、なるタイミングというか、なんというか、いうところですよね。まあ五月病って要は何ですかね、うつに近いんですかね。まあ、4月に新しい学校とか会社とかに入って、で、まあ、一月経って。まあ、一月経つとなんかある程度いろいろ見えてくる部分とかあると思うんですけど。で、そこでやっぱりその環境の変化とか、そういうものがね、こう影響してきて、そこにまあ適応できてて、あ、いいな、とか。面白いなとか思えれば別にそんなことにならないんでしょうけど、まあ、うーんって思うと、特にこういう休み明けはね、行きたくないなと思ってしまう。っていう、まあ、ざっくり言うとそんな感じのものですけど、これって珍しいですかね。普通に仕事してて、長期連休、まあありますと、ゴールデンウィークじゃなくても、まあ、社会人になるとなかなか長い夏休みっていうのは取りづらいこともあるでしょうけど、まあお盆休みとかね。あとは9月でね、後半とかにちょっとこううまく土日と合わされば、なんか何年か前にね、シルバーウィークとかって言って結構長い連休になってましたけど、ああいうのがあって、で、その連休明けに仕事に行くと、それは、なんかめんどくさいなって思いますよね。よっぽどその仕事が大好きな人は別として、普通に普段仕事してて、なんかこう、普段は元気に仕事してる人でも、連休明けはちょっともうだるいなっていう人とかって別に普通にいると思うんですよ。だから、五月病だっていう、そのなんか、連休明けでそういうちょっと気持ちが下に向いてしまうっていうこと自体、は、五月病とかじゃなくて、な普通だと思います。なんかその、人間のね、まあなんだろう、性質というか、ものすごくこう、なんていうんだろう、怠け者の逆みたいな人は知りませんけど、怠け者はね、私みたいに。やっぱりその、仲良く休み取っちゃうと、ああ、っていう気持ちにちょっとなる。で、さらに、まあ、5月は特にですね、ゴールデンウィーク終わると、まあ、6月ってほら、祝日ないですし、でも次が7月の終わりに海の日まで、祝日がないじゃないですか。で、さらに、6月に入ると梅雨が来ると。なんかそういうのとかもあって、ゴールデンウィーク終わったらなんかこう、悪夢だみたいな。そういう雰囲気に、まあ、なりやすい、もう条件が揃っているんじゃないかと私は思うんですね。なので、行きたくないなって思っても、あんま気にしない方がいいと思うんですよね。あ、5月病かなって、この時期にそういうふうに思うと考えてしまうかもしれないですけど、まあ別に、ある意味当たり前じゃないかなと思います。なので、あんまり気にせずに、普通にね、まあ仕事なり、学業なり、やっていけばですね、別にそのうち元に戻ると思いますよ。です。本当に嫌だったら、もう連休とか関係ないですから。もう土日挟んだだけで嫌だし、例えば一日ちょっと、あ、もう今日ダメだって言って、気分がもうどうしてもって言って、まあちょっとサボり気味に休んだとするじゃないですか。もう翌日とかも、もう翌日どころか、その日の夜あたりから、ああ、もう行きたくないってなりますからね。連休関係なく。本当に嫌だったら。なので、あんまり五月病というか、その連休明けの行きたくないを重く考えずに、まあ、さらっとですね、流して、まあ、そりゃそうだなと。まあ、行きたくねえよな、そりゃって思って、行けばいいんじゃないかなと
で、本当にそのなんか、うつのね、症状が完全に出ちゃってるのであれば、それはまあ、病院とかに相談しに行った方がいいと思いますけど、あんまりそういうふうに思い込まず、いた方が、精神的にもね、楽でいられると思いますので。なので、まあ今日朝ね、しんどいと思いますけど、まあまああんまり気にせずに、行きましょうというところですね。はい。ということで、本日のお話は五月病になるのはおかしくないというお話でした。では、今日も素敵な一日を。